余裕じゃないですか。全然違う歌じゃん、それ違う。始まりますよ。皆さんこんばんは。人生さらし系シンガーソングライター堀川ひとみです。ドリームキングダム堀川ひとみの歌の国から。この番組は私堀川ひとみの歌とトーク、そしてみんなからのメールによっていろんな価値観を持つリスナーの皆様と相互理解を楽しんじゃおうという番組なんです。歌の国からというね、堀川ひとみの枠はドリームキングダムの中で各週で放送をしております。そうですね、第1週目のですね、金曜日は相互理解ウィークと題しまして、例えばですね、発達障害ですとか、自閉症などですね、そういった福祉の話題を中心にお届けをしております。そしてですね、今日、のような第3週目の金曜日、こちらはですね、こちらはだってすごいイントネーションだね。こちらは、音楽ウィークと題しまして、たっぷりと音楽をお届けする、やや一方通行的な番組をお届けします。今回はですね、もうすっかり春めいて、今日なんか雨が降っておりましたけれども、タワープレイス、このスタジオがあるね、武蔵小杉のタワープレイスの、すぐ外にはですね、いつもうろついているにゃんこちゃんがいるんですよ。そしたらですね、その猫ちゃんがあまりに雨が降ってきたもんで、でも濡れたくないもんで、地面からね、10センチほど出ているね、杭のところのね、上にね、乗って行き場を失ってました。すっごい可愛かったです。本当にね、猫ちゃんでかいの。でかいんだけど、すごいね、ちっちゃい杭の上に一生懸命乗っててね。で、私があまりに可愛いから声をかけたらですね、杭から降りちゃってね。で、あ、もう降りちゃったからそこに乗れないみたいな状態になって、どうしようどうしようって言いながら一生懸命尻尾を浮かしながらね、こうなんか一生懸命、濡れまいとしておりましたけれども、猫ちゃん大丈夫かな。でも、よく考えたらさ、上から雨降ってるからさ、結構もう毛とかも結構濡れてると思うんだけど、そろそろ気づいた方がいいなって思いながらですね、その場を去ったわけなんですけれども、こんな、いい陽気のね、陽気のというか、まあ、春のある一日なんですけれども、先日ですね、実は、私のですね、ファンサイトを作ってくれていた、ププちゃんという女の子が、名古屋の女の子がおりまして、その方がですね、亡くなってちょうど1年、経過しました。で、いろんなことに思いを巡らせた私の知り合いの中でですね、まあ私はいつもの通りのいつものことをやって一日過ごしておりました。もし、よかったらですね、彼女が一番喜ぶのは、多分きっと彼女が一生懸命心血を注いで作ったホームページを見に来てくれることだと思います。なので、よかったらですね、ひとみファイターズ .com、ひとみファイターズ .com という名前でですね、ぜひ検索をしてもらって、ホームページに行ってあげてください。私の堀川ひとみのですね、ファンサイトをずっと作ってくれておりましたので、膨大なデータベースと、そして私のライブの動画とかたくさん見ることができますので、よかったらそこに遊びに行っていただいて、あとね、ペンギンに関するサイトなんかも作ってるんですよ。なので、そういったことをですね、いろいろ楽しんでいただければ、ププちゃんとちょっとまた遊べるような、ね、そんな、こう、感覚が、不思議な感覚が、すると思います。ぜひ、彼女に会いに、サイトに行ってみてください。さて、それでは、そのププちゃんの、まあ、セレクションっていうことでですね、空想をして、私が選んだ楽曲が入っている CD、
ふぶちゃんセレクションという CD があるんですけれども、そこにも選曲をさせていただきました。この曲を、1曲目として聴いていただきたいと思います。堀川ひとみの曲で続きのメロディー。ね、改めてぷぷちゃんのことをいろいろ話そうかなとかって思っているんだけれども、意外とね、私なんて言うんだろう、逆にいつも一緒にいるような感じがしているので、なんかこう改めて寂しいとかそういうのが全然ないんですよね。おそらくね、私がライブをやってて、その片隅にはでも絶対いると思うし、私の打ち上げとか、ファンのみんなが集まっているところの傍らには絶対いると思うん で、しかも生前なかなか飲めなかったお酒とかもガンガン飲んでると思うので、いつも本当にそばでね遊んでるような感じなんですよね。だから未だになんかこうひとみファイターズ .com が更新されてるんじゃないかぐらいに思っていて、なので私的にはですね、あんまりなんかこう寂しさ悲しさ、もう1年経つみたいな感覚っていうのはないんですよね、不思議なことに。なんかこうあえて言うと、ずっとどんなライブでも必ず参加できるようになった記念日みたいな、そんな感じの感覚でいるんです私は、なんですけどやっぱり、はい、もうね、メモリアルにしている人もたくさんいらっしゃいますので、今回ちょっとそういう話をさせてもらいました。私的におすすめ、今流行りの音楽がちょっと苦手なみんなに送る通勤が楽しくなるソング特集、イエーイということでやってまいりました、このコーナー何をやるかと言いますとですね、私のですね、個人的に本当に個人的におすすめをする、通勤が楽しくなるソングというのをですね、私のプレイリストの中から集めて勝手におすすめするこんなコーナーです。よかったらですね、最近本当にリアルタイムにヒットしている曲は一曲もないのでそういうのが逆に苦手だよっていう人たちにですね、ぜひ聞いてみてもらいたいななんて思います。よかったら参考にしてください。まあ早速行ってみたいと思います。一曲目はですね、有名な、グループのちょっと隠れた名曲であるんですけれども、YMO イエローマジックオーケストラ、サービスというアルバムの中に入っております。パースペクティブ。
ください。喋りますよ。はい、ということで単純にね、この曲は私の萌えソングではあるんですけれども、あの都会のね、少し冷たい雰囲気とか景色にすごくマッチして、切なさがこうどん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 こう加速していく、そんな曲です。あのこう坂本さんが作る曲ってね、この曲はあの坂本さんが作ってるんだけど、坂本龍一さんの曲っていうのはすごいね、なんか独特の切なさ、寂しさっていうのがですね、ちょっと漂う。これがですね、たまんない私の好きポイントで、本当にこれをこう聞きながら、ちょっとこう冬の寒い日とかさ、秋のちょっとこれからちょっとこう涼しくなるなとか、春の日でもさ、ちょっと今日は寒いなとか、そういう時にですね、聞くとですね、なんかこう心に染みる。なんか心に染みるんです。そんなわけで、それでは、続きまして次の曲に行ってみたいと思います。これ知ってる人すっごい懐かしいと思うんだけど、ポンケッキーザベストの中に入っております、十二支の歌クラップ。マジ燃える、ほんと燃える、このサウンド大好き。音楽にかぶせて行きますみんな一緒に、ね、うしとらうたすみ、うまくしさるとりいぬい、イエイ。じゃあそろそろ喋ります。ですね、本当に大好きなんですよ。あのね、時代のサウンドだよね、すごいね。この、こう、打ち込みの、こう、なんて言うんだろう、こう、チャキチャキしたサウンド。なんかこう、口に表せないんだけど、なんとも言えないこのね、なんかね、ダダ上がりになるテンション。あのね、ピコピコする音が大好きなの、私。ね、そんなわけでですね、こういうの好きな人は絶対私と同じようにいるよな、と思ったので紹介をしました。ちょっと懐かしい歌でしたね。はい、続きましての歌なんですけれども、こちらはですね、1990年代に、まあ、やっておりましたバンドで、スパンクハッピーというバンドが歌っております。おはよう。喋ります。はい、ということで、やたら泣いているおはようという曲なんですけれども、スパンクハッピーね、結構やたら長時間泣いてる曲が本当にね、複数あるんですよ。でね、やみっこなんだけど頑張って会社に行ってるよっていう皆さんにはすごいおすすめ。もう昨日も泣いたよ、でも頑張って今日は会社行くんだっていうね、そういうこう女子に、ぜひ送りたい曲ですね。スパンクハッピー、My Name Is というアルバムに入っております、おはようという曲でした。
それでは続きましての曲なんですけれども、ここからはですね、特に今の季節の通勤には本当におすすめの歌たちです。聴いていただきましょう。高野博士ソロ&スマイルというアルバムに入っております。オールオーバースターティングオーバー、その笑顔のために。そろそろ喋ります。はい、ということで聞いていただいておりますのは高野博士ソロ&スマイルというアルバムに収録されておりますオールオーバースターティングオーバーその笑顔のために。春になるとですね、朝日を浴びながらこの曲を聴きたくなる。特にですね、このソロ&スマイルっていうアルバムが私にとってはすっごい印象深いアルバムで、必ず毎年4月か5月か6月あたりのその春のですね、結構休日とかよく晴れた朝とかにですね、とっても聴きたくなって必ず聴く。で、特に引っ越し作業とかする時とか絶対聴くね。あとお掃除の時とかね、すごいね、そういう雰囲気のいい曲がたくさん入っております。ぜひ皆さんも気になったら聴いてみてください。高野さんは結構ね、なんかね、週末の音楽っていうイメージなんだよね、私はね。なので明日明後日週末、よかったらですね、 CD 屋さんに借りたり、CD ショップで、たまには音楽を買ってみたりとかね、そんなところでですね、ぜひ聴、いてみてください。高野博士、オールオーバースターティングオーバーでした。続きまして、次の曲はだいぶ懐かしいです。私2歳の時の曲なんですけれども、聴いてください。スペクトラム、トマト一発で。歌かぶせますね。さあ、いきますよ。ワチコンワチコンコンワチコンワチコン。はい、ということで聞いていただいております。スペクトラム、トマト一発。これさ、本当はトマトっていう題名で行くつもりだったんだって。なんだけど、なんか会議をしててね、その 題名を決める会議で、リーダーの新田さんがですね、トマト一発で行くからって言ったら、それがそのままトマト一発までがタイトルになってしまったっていう裏話があるらしいですね。なので、通りで変な名前だと思ったと思って、そのエピソードを聞いた瞬間にすごく深く、画展が行ったのです。そんなわけでですね、私これ2歳の時に
聞いた曲なんで、まあ、絶対覚えてないわけですよ。なんですけど、なぜ、たどり着いたかというとですね、モダンチョキチョキズのライブ音源を聞きたいなと思って、モダンチョキチョキズからコメコメクラブに行き、コメコメクラブからスペクトラムに行ってしまったの。ネット検索をしてた。どんどん関連動画が紹介されていってですね、スペクトラムに行ってしまって、なんだこのグループはと思って聞いてみたらかっこよかったっていう、そういうオチなんですけれども、最近タワレコからですね、再発されているアルバムたくさんあるみたいなんで、もしよかったら探してみてください。ということで続きまして、カプセルなんですが、ちょっと前の、アルバムに入ってます、モアモアモアに収録されてます、プレジャークラウンド。早めに喋り始めます、はい、始めます。はーい。ということで、プレジャーグラウンド聴いていただきました。この曲春っぽいんだよね。女子力が上がりそうな、こう、女の子らしいサウンド。私大好きで、このサウンドが。すごい爽やかな楽曲ですよね。で、モアモアモアっていうアルバムがね、カプセルでも結構人気のある、曲のですね、ジャンパーっていう曲が入ってるんですけど、これがね、ものすごい、こう、テンションがダダ上がりになる曲なんですけど、知ってる人は知ってると思う。知らない人はぜひ聴いてみて。ね、ジャンパーっていう曲はね、なので私は、勝負するときに聞く。勝負日、今日が勝負日っていうときに聞くですね。で、今日はワクワク通勤したいなとか、なんかこう、恋の予感みたいな、こう、ワクワクした感じで、こう、通勤したいときに、これを聞きます。うん。ということで、ちょっとこう、ちょっと、なんだろう、精神的にこう、疲れ気味なんだけど、ちょっとこう、元気に通勤したいなーっていう時はですね、この曲おすすめです。カプセルのプレジャーグラウンドをお届けしました。続きましての曲、行ってみたいと思います。これね、もともと原曲は、原田真嗣さんの曲なんですけれども、ジルさんという方がですね、最近カバーをしています。最近じゃないんだけど、ちょっと前になっちゃったんだけど、もう、カバーのナンバーで、タイムトラベル聴いてください。
ミス、今日は少ない。時間旅行の次はいいかな。それいきます。はい、ということでこれも爽やかな朝サウンドに仕上がってるバージョンの、カバーですね、すごい私好きでですね、これ原曲ひょっとすると今よく聴いてるかもしれないというあのでもこれをきっかけにですね、本当にあの原田真嗣さん熱がですね私はハマってきてあのもうアルバム買っちゃいましたけどね、本当にね、そんなわけでこの曲が今現在私がリアルで聴いている朝の仕事行くときの音楽です。どう？なんかちょっとずれてない？そんなわけで、よかったらですね、土日のうちに気になる曲は、調べて揃えて、ダウンロードとかでもね、買える曲たくさんありますので、揃えてみて、月曜日のワクワクに役立ててください。以上、私的におすすめ、今流行りの音楽がちょっと苦手なみんなに送る、通勤が楽しくなるサム特集でした。はい、ということで本日はですね、ガンガンまた前回の第3金曜日と同じようにですね、ガンガン私以外の曲をたくさんかけちゃったんですけれどもね、この間ね実はね評判良かったのいろんなところから反響来てですね、こんなの初めてじゃないのみたいな、よかったよみたいな話をよくいただきましてですね、まあたまにはいいんだなこの気分転換がと思いまして、いろんな曲をですね今回もかけてみました。いかがでしたでしょうか。さてですね、今日ですね実は、ガリレオ母さんとそれからケイちゃんからね、ケイジさんからメールをいただきましたが、ちょっとですねメールの数が少なかったんだ。なぜか。それでですね、追加募集として、次回ですね、音楽ウィークの話題をなぜか引っ張っちゃおうということで、音楽ウィークでやってほしいことというのをですね、次回も募集したいと思います。で、それに混ぜこぜて、混ぜこぜてってなんだ第1週の総合理解要求にやってほしいこと、こちらもですね合わせて募集をしたいと思います。なので皆さんのですねアイディアいいものがありましたら番組で取り上げていきたいと思いますので、ぜひ、メールをください。メールの宛先はですね fm@歌の国.com fm@歌の国.com です。活動予定とかたくさんお知らせしたかったんだけども、時間がないからさ、ホームページをぜひ見てください。土編の堀、三本線の川、ひらがなの瞳、土編の堀、三本線の川、ひらがなの瞳で検索してもらうとホームページ見れます。ぜひ遊びに来てください。ドリームキングダム、この後もまだまだ続きますよ。引き続き川崎 FM をお楽しみください。それでは堀川ひとみでした。バイバイ。写真撮ります。あ、そうか。